もっと顔面よりもお腹の音を聞かせてほしい。男子より食べっぷりを見てほしい。お腹いっぱい、夢いっぱい、歌って踊るけ食べられるアイドル、赤羽男子です。気が済めものはシュークリーム。そこは赤いキツネ、ワンちゃん。赤いキツネと緑のターン。交通情報です。この時間、高速道路の車の流れ
と室蘭の間や市別周辺が小雨で路面は濡れている状態です。この他の区間や札幌道、道東道は曇っていて路面は乾いています。峠の状況です。静かり峠は雨が降っていて路面は濡れている状態です。この他の主な峠道は晴れまたは曇り空で路面は乾いています。変わって空の情報です。レッドスター新千歳午後5時20分発成田行きの便は使用機の到着が遅れているためおよそ55分遅れて出発する予定です。ご利用の方はあらかじめご注意ください。 HBC ラジオ交通情報でした。変わって HBC ラジオ天気情報です。今日これからのお天気は下り坂です。夕方までに雨の降り出すところが多く次第に雨足が強まるでしょう。夜を中心に雷を伴って局地的に滝のような雨の降る恐れがあります。なお明日正午までの24時間雨量は東北の多いところで150ミリ、太平洋側の西部は100ミリに達し、その後さらに雨量が多くなるでしょう。また竜巻など激しい突風の発生にもご注意ください。明日の天気です。明日も全般に雨の一日で日本海側などでは朝から非常に激しい雷雨となるところがあるでしょう。オホーツク海側や太平洋側東部は明日午後を中心に急な激しい雨や落雷などに注意が必要です。明日にかけて日本海側や太平洋側西部では局地的に大雨となる恐れがありますので、低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水などに警戒してください。 HBC ラジオ天気情報でした。太陽光発電とオール電化のアークです。太陽光発電に興味がある方もない方もアーク体験型ショールームホームデコにぜひお越しください。きっといい発見がございます。0120-377-700番、太陽光発電とオール電化のアークです。この時間は太陽光発電とオール電化のアークがお送りしました。メガネサロンルックでは一流アーティストやセレブご愛用の人気サングラスブランドレイバスを全店でパワーフッチ中。中でも札幌マッカフィー店では北海道最大級の品揃えで最新モデルを充実させております。この機会にお気に入りのレイバンドを見つけてみませんか。メガネサロン。借金に関するお悩みは札幌弁護士会の平松豪法律事務所にご相談ください。返したお金が戻ってくるか無料で相談に応じます。無料でも確認するだけで結構かかるんじゃないですか。いえいえ、平松豪法律事務所での過払い金返還請求は判定変更報酬制、着手金も不要です。今なら函館、旭川、帯広などで総務料相談会も開催中。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-316-543 316-543-3543、 インターネットは債務整理平松で検索。HBC ラジオカーナビラジオ午後1番2時のカーナビは社会・党内・スポーツの注目のニュースをご紹介するカーナビ情報配布です。アイプラン北夏フレアットがお送りします。さあ行きましょう。まずはこの話題。大谷161キロ記録も回転。昨日札幌ドームでソフトバンクと対戦し、先発した大谷翔平投手は日本人最速タイとなる161キロを記録しましたが、チームは1対3で敗れてしまいました。ソフトバンク戦ですけれども、161キロを勝ちました。勝ちましたね。なんですけれども試合は1対3で負けてしまったわけですが、でも161キロで、これは日本人最速タイということですか。そうですね。投げるには投げ方
161出しても勝てないのはちょっと切ないですね。160キロも打つんですね。バリトンの皆さんとかやっぱりプロはね、打つ方もすごいってことですよね。なんですけれどもね、まあ、また三鷹の打線の、援護ができなかったということで、もうちょっと三鷹の打線が打ってパンパン打って点取ってほしいなっていう、ところなんですけれども、これ同心スポーツにはジャンちゃんのコメントが出てまして、はい、これね、あの161キロで、まあ、真っ向勝負でねじ伏せる力は持ってるっていうのは誰しももう認めてると、はい、小谷君ってのはすごいということなんです。じゃあなんで勝ちきれなかったのかということですけども、まあ、味方は打線が援護できないっていうのはありますが、はい、ピッチャーだけとして考えた場合、ピッチャーとして考えた場合は、まあ、元日本ハムのエースジャンちゃんとしては、向こうは5本打って2本決めてるわけですよ。こっちは20本打って0なんですよ。だからもう最終
試合やってるということで、はい、まああれだけの90分走るわけですから、6日間で3回ある、3回あるって大変なことだと思いますけど、でもまあ厳しいこと言えば、はい、どのチームも同じ条件なわけですよね。だからしょうがないんですっていうふうにはならないんだよ。そこで勝ったらまた盛り上がりますね。苦しいところで勝つからこそ貴重な勝利になるわけですよね。はい、2試合連続完封負けということで、順位は11位に後退しています。この新人選手にかける期待はより大きくなりますし、まあ、でもある意味でいい意味で小野選手が入ってチームが変わろうとしているその過渡期にあるんでしょうけどね。はい、早くしっかり来たから新人ね、選手としてはつらいですよね。もうちょっとこちら夏こそ家族で大掃除。大掃除といえば年末にするイメージが強いですが、夏にするといろいろ良いことがあるそうです。夏休みなどで家族が揃うこの時期に大掃除に取り組んでみてはいかがでしょうか。夏こそ家族で大掃除ということなんですけれども、はい、いやなこの暑いのね。何がですか。いやいや、そういう人が一人でも行っちゃダメですよ。大掃除年末にやればいいじゃないですかっていう。あ、ね、そういうことじゃないんですよ。なんで年末じゃなくて夏こそなんですか。はい、夏にやっとくといいことがありますよって。まずこう、あのやったの先ほど言っていましたけど、年末に大掃除するって言いましたよね。夏にやっておけばその後に汚れが年末までのだからだいぶ楽になりますよ。何年末やろうけ。あ、そうですよ。まあ、ただ時間年末じゃないの。いや時間はかなり短縮されますよ。あの汚れとかね。そんなに言うのって何がいいですか。夏はですか。夏にやるのがいいのって言いますか。まずはまずね、バトですか。冷房の隙が今ちょっとなくしちゃうということですね。はい、でまあ
に入るようになってるんですよ。で消えちゃうんですね。消えちゃうんですよ。で今度出すときには杯をまたしてシュッてやると、そのリレーナーの重みでまたこうひっくり返るんですね。よくできてるなと思って、でそれを買っちゃいましたね。買っちゃった。それをお金持ってたんですか。それはあの貯金。この時間は北ガスフレアーズとアイプラがお送りしました。大阪府の大橋さんから今50円だったと思いますよ。一回家に取って帰って。はいはい、そうです。見た後に、もうその席ワクワクですよね。で買わないとその仕掛けがわからないんですよ。だからもうその仕掛けに興味持ったんですよね。すごいな、どうなってんだろう。で一瞬がっかりするんですよ。風は何が真ん中までひっくり返るだけだって。でマジックの道具って大体買ってあのやる前に仕掛けを見るとがっかりするんですよ。この程度で驚いちゃったの。そうなんですよ。あの、電気の花があったり。あ、そうですね。そうですね。あれも